これモンベルなんですよ。それが厚い方ですね。厚い方です、横伸びて。これが俺がエベレストで使ってる薄いフィル900。持ってる、軽いでしょ。あ、軽い。これで全然十分です。これで伸びるんで。へえ、これ軽いですね。下の方の中であぐらかける。わお。そっちもそのぐらい伸びるんですか。全然伸びます。これはフィル800。フィル800。こっちは900。へえ。こっちは高いんですよ、全然。あ、そうなんですね。で、重さがこれ900グラムぐらいしかない。900グラム。これ1500グラム。1500。で、ナンガはもうちょっとですよね、多分ね。ナンガは多分 1.6 キロぐらいだと思うんですけど。でもモメより重そうですね、多分ね。そうです。ただね、これは軽さが重視なんで、はい、前ファスナーで、はい、ここまでしか開かないんですよ。おお。軽さ重視で、はい、でもこの羽毛がフィルパー9なんてめちゃくちゃあったかいんですよ。へえ。ただどっちがあったかいかって言ったらやっぱりこっちのは800でも量が多いから、量が多いからあったかいし、あのフルサイドオープンで、フルサイドなんですか。右ファスナー左ファスナーって選べるんですよ。それどういう、あのこっち向いて寝る人だったらこっち、あ、右向きで寝る人は右だ、はい、じゃあ自分右で寝ますね、はい、そしたら右、で選べるんですよ。ライトジップ、レフトジップで、やっぱりワンピース着た時はこっちの伸びると思います。中でこう、これだとこうできないんですよ。できない。これもうこうできるし、座ってあぐらかけるんですよ。あー、マジですか。でも、ナンガを持ってる前提で言うとどっちがおすすめですか。これナンガはエベレストベースキャンプで使って、はい、で、上で使う、上のキャンプに持っていくのがこっち。やっぱこっちですか、800。うん、の方がいいと思う。自分で運ぶんだったらこっちですけど、シェルパー運ぶんで、まあ10万一切運ぶんですね。あったかいから、どっちがあったかいかってやっぱこっちの方があったかいんで、暑い時はあのワンピース着て上にかけられるから、うん、なるほどね。これは開かないんで、じゃあそれを、これがいいと思う。ええ、ヨウさんのは縦絞りじゃないですか。はい、今やってみました。これ全然こっちの方がいいんですよ。横絞り、ああそうですね、自分の縦絞りですね。はい、これ横なんですけど、はい、横はすごいいいんですよ。横絞りのコンプレッションなんてあるんですか。あります。パッキングしやすいんですよ、これも。へえ。縦絞りだとこうなっちゃって、そうですね、短くないざっくりフィットしないんですけど、だってこれあとでかいでしょ、入れやすいんですよ。あ、本当だ、すごい。それもモンベルですか。モンベルです。あ、それもじゃあお願いしていいですかね。セットがいいです。え、セットでこれね、すごいいいですよ。まずここで絞るんですよ。絞るんですよ。うん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 。で、こっち側も絞れる。はいはいはい。絞り。今度この真ん中を絞る。真ん中をまず絞る。へえ。あ、なんかそっちの方が簡単そうですね。簡単です。簡単だし、シェルパーとかも運びやすいんですよ、こっちも。あ、サイズとして？うん、形として。あ、形として。なるほど、あ、すごい。よいしょ。すごいね、うまくなかったな、ここまで。へえ、しかもやりやすそう。あ、運びやすいんですね、そっちの方が。運びやすいです。だからナンガーはこれエベレストのベースキャンプ用で、これは南極とか、ビンソンとか、デナリとかが出るんですけど、カルステンツとかはもう夏用のね、できれば河川の方がいいです。河川、ああなるほど、わかりました。ナンガーもそんなにタイトじゃないですか。タイトじゃないけど、今これなんでワンピース着ることが。あ、なるほど、はい、全然悪くはないです。多分重い気がするんだよな。いや、なんか重いような気がしますね。重いような気がします、ね。生地がね、厚いです。うん、モンベリアだから多分こっちの方が丈夫なんですけど、あ、そういうことですか。あんまり寝袋に丈夫さが
いらないんで、あ、引っ掛けたら破れるものは破れるし、火つけたら溶けるものは溶けるんで、あんまり丈夫さって要求されないんですけど、これちょっと生地がかなり分厚いなという気はします。あのバランドより厚いもんね。なんかね、もしかしてこれ、ね、これ自体で5話なんですかね。なんかそんなようなことを言ってたような気がしないでもないですか。分かった、ウィンドストッパーだ。だから5話なんですよ。あ、だからあのマッキンリーとか、ええ、ビンソンは良くないです。なぜかっていうと抜けが悪いんですよ。あ、そうなんですか。中で結露して中が、ね、凍ります。へ、裏がこの表面の生地の中に霜がザーッと出て中がゴソゴソゴソと抜けが良くないと。あ、多分それそれですね。だから5話は良くないんですよ。5話かもしれない。レナリとかビンソンは5話いらないんですよ。なるほど、はい、あのじゃあちょうどいいですね。うん、いいと思います。別に外でビバークするわけないんテントで風よけになってる。あ、じゃあこういうのは外でビバークできるってことですか。逆にできます、できます。このテントだけで、これだけ、チラシだけね。そういうようなテントなんですね、これ。あとこのコンフレーションバッグが、はい、やっぱり今のはこっち、これなんか口がこんなでかいんですよ。あ、入れやすいんですけど、これ高所で入れられないです。ああ、この高山病になっちゃう。あ、このやっぱね、これできないです。じゃあもしかしてこの南下用もそっちを、そっちにした方がいいと思います。あ、じゃあ2個お願いしていいですかね。はい、モンベルでないと思います。 L を、はい、L かわかんないですけど、L ですね。 L でこれ死にます。やっぱそうですか。エベスト最終キャンプはできないです。入れるのか、うん、入れるのできない。ここでもスライム。あやっぱりこれフランスバランドレ、これ、はい、これも有名なんですか。有名です。シースポーツが入れてるんですよ。これはいいですよ。ダウンワンピースとかもバランドレ一番いいダウンじゃないですけど、高いんですよ。24万円です。うわすげえ。これ広いんですか。あのね、広いですけど、モンベルほど伸びないんです。伸びない。ある程度伸びる。モンベルは何がいいかって、はい、伸びるのは何がいいかっていうと、はい、でかすぎるとスカスカ寒いですよね。ああ、そうか。普段はフィットしてんだけど、ニューンってやると伸びる。そうか、大きければいいってもんじゃないんですね。これも。空間ができると寒いんですよ。モンベルのいいのは足の方が細くなってて、ここもフィットしてんだけど、ニューンってやったら伸びるし、下の方もあぐらかけるんですよ。なるほど。